ATEM ミニプロ十のおすすめポイント。はいこんにちは、パンダスタジオ動画の学校校長してます小野林です。今日は ATEM ミニプロの十のおすすめポイントということを私が勝手に選んで皆様にお伝えしたいと思います。それでは見ていきましょう。まず PC 使わなくても配信ができちゃう。 まあ、PC がいらないと言ってるわけじゃなくて PC のパワーを使わずに、えー、この本体にエンコーダーのエンジンが載ってるので、えー、直接イーサネットにつないでネットワーク越しに、えー、YouTube であるとか、えー、Twitch であるとか FacebookLive であるとかというようなところに配信が可能ですそして USB-C で直接プログラムが記録できます でこれは本体にですね USB-C のポートがありますのでそこに外部のメディアをこうつけてでそこに H.264 形式の動画のファイルを書き込むということが可能になってます、ね、レコーダーになっちゃうんですねで本体のボタンで録画配信のスタートができる、まあ、これはすごくありがたいですよね録画ボタンを押すと,、えー、と中でね上のところでディスクにブリンク 赤いランプがチカチカついてくれるあ、録画が進んでるんだなということが確認できます配信スタート通すと配信の動画がネットワークに流れていくオンエアされていくということなんですまあ、ただし YouTube ライブの場合っていうのはここで配信スタートしても流れている信号というのを YouTube 側でもって配信をもう一回スタートさせないとみんなが見える状態にはならないというので少し 注意が必要ですねそしてこの本体からマルチビューの画面が搭載されますプロからは、えー、とマルチビューの画面というのが見ることができるようになったんですねそれからポケシネ HDMI でカメコンができる、えー、これは ATEM ミニ ATEM ミニプロ両方なんですけれどもポケシネと HDMI リンクという形で HDMI のケーブル1本だけで映像をもらいながら今度はカメラのコントロールもしちゃうそしてポケシネのポケシネのカメラターリーも OK ですよということでターリーランプもつけたりすることができるということになっていますで ATM シリーズは IP で接続できているので複数のスイッチャーがあっても、えー、いろいろなコントロールソフトで制御していくことが可能になってますね それから、えー、サーフェスとして販売されているスイッチャーの、えー、本体からこの ATM ミニを、えー、操作するというようなことも可能なんです。そして小型軽量、持ち運び便利。パンダスタジオでは、ね、こういった ATM ミニプロ専用のケースというのを作って、えー、ご提供してたりしています。よねこういうい安心なケースにこう入れて 小型で持ち歩ける、まあ、こんなちっちゃいスイッチャーって本当に今までなかったですよね。そしてオオーディオの処理が多彩なんですあのフェアライトというメーカーをですねあのプ,ロプロフェッショナルオーディオのメーカーを、えー、買収してブラックマジックの中の機能として、えー、そのリソースを使ってるんですね。 でフェアライトオーディオといわれる、えー、機能が入っているので、えー、中にゲートであるとかコンプであるとか、えー、イコライザーであるとか、えー、リミッターであるとかさまざまな音の処理ができるようになってますそしてオーディオのコントロールはマッキープロトコルを採用しているのでさまざまな、えー、メーカーが出している、えー、いわゆるサーフェースですね フィジカルなコントローラーって言われる、えー、実際に手で動かせるタイプのフェーダーモーターフェーダーみたいなものがこの ATEM ミニには使えるようになってるわけですさあ実際にこの機械がどういうような形でつながってるのかっていうところをもう一回見てもらいましょうはい今2台つなげてますこちらが ATEM ミニこちらが ATEM ミニプロになってます でこちらに今何が入ってるかというとこの今の2台を映しているカメラそれから真上からのカメラですねそして、えー、こちらが今テロップ、あのー、パソコンの画面ですねそしてこちらに今あのテロップをちょっと用意していますのでそちら側はテロップは実はですね iPhone をつなげてたりしてるわけです。 iPhone が実はですねここにあるんです <laughs> これでテロップを送ったりとかできるっていう、まあ、ちょっと便利な道具になってたりしていますねはいそれでは、えー、実際に、えー、この操作という中で、えー、見ていただきたいのが、えー、こういう形でたくさんのボタンがついてますで 非常に分かりやすくなっているので、えー、と迷うことはちょっとすぐに慣れてくるものだと思うんですけれどもまず左上にこう2つ4つずつのブロックがありますで。これは外側から外部入力されるこちらに 3.5mm のミニステレオプラグが入るような形になっています。でここはマイク入力もしくは LINE の入力を受け取ることがでできます中でインンピーダンスの切り替えはできます。 そしてこの中の、えー、操作っていうのがですね、えー、どういう風にできるかっていうことなんですが、えー、左上のところでまずオンオフそして、えー、ボリュームの上げ下げができますそしてこの1番のところのカメラにつながっているところのオーディオのオンオフそれからオーディオフォロービデオこの カメラを切った時だけこの音が聞こえるでフォロービデオですねそれからボリュームの上げ下げでこれがワンセットになってるものが全部で4つあるという形ですそしてこちら、えー、カットバスモードっていうこのボタンを押すことで、えー、映像が切り替わる切り替わり方が例えばカットで変えるのであればこういうような形で 切り替わることができますそして「オートと押した場合というのはこういうような切り替わり方がしますでその切り替え方というのの変化をつけたい場合、えー、少し白飛びさせて送るというような形もできますねそれからこういう圧縮していくような形もできますそれから「 スライドしていくようなのもできますそれからこういう膜を引くような形ですねこういう形もできますよということですそしてこちら側がですねそれの秒数を加減している形ですでこういうスピードでいくものがあればこういう形でいけるように 2秒であるとかっていうような時間をここで切り替えることができますそして、えー、実はここの上にですねピクチャーインピクチャーのグループがありますピクチャーインピクチャーを押しますとこういうふうに4箇所の場所にピクチャーインピクチャーを出すことが できますで、消すことができます。ね。そして、えー、このブロックの中で、えー、オンエア、それからあレコーディングという形で、えー、操作ができます。今、物理的に繋がってないので、いかれないですけど、そしてですね、ここがまあ便利なものが、はい、マルチビューが見えます。マルチビューで、えー、と今、1画メのところを 2か目のところを3か目4か目に何が入っているのかというのが分かります。で4か目のところはまた、えー、こちらを切り替えることで何が入っているのかっていうのが分かります。4番目に今テロップソースが入っているんで,す、ねはい、で今のこの状態のものを、えー、使えるようにしていくというわけなんですけれども。 このソフトウェアでさまざまな設定をこうしていくということになります。このソフトウェアが ATEM のセットアップというソフトウェアになるんですけれども、えっ、ー、と今ですね、こちら側、ATEM Mini、そしてこちら側、ATEM Mini Pro のコントロールですね。で、今、ATEM Mini、ATEM Mini Pro の、えー、コントロールの中をちょっと覗いてみたいと思うんですけれどもはいこちらが、えー、スイッチャーのところの画面になりますプレビュー列プログラム列これは実はあの操作によってですね上下がひっくり返ったりするので必ずしもこの位置であるということじゃないですよと実際の場合、まあ、あの場所が違ってたりするので、えー、勘違いしやすいところではあります そして、えー、こちらで今オンエアになってるのが私の今の PNP のこの画面ということになります。そしてこれがこういう形で切り替わるのが、まあ、切り替わる先が用意されてなかったんでこちら側にしておいたとすると、えー、今これはカットバスではなくてこういうような形で、えー、切り替えることも可能になっています。 これがプログラムプレビュー列でのまあ切り替えということになりますね。で、えー、カラージェネレーターということで、えー、いろいろな色を画面として出せるように作っておいたり、それからアップストリームキーということで、えー、とルマーキーがあったり、クロマキー、パターンキーがあったり、DV があったりというような形。で今現在は、えー、私がここに DVE でもって縮まって、えー、プラグインあ、ピクチャーインピクチャーで入っているので、えー、DVE がもう一個使われているということになります。それから、ね、メディアプレイヤーというところの中に、えー、ここのメディアプレイヤー 実はここにスチールの位置っていうのがあるのが、このメディアの中の画面をですね、呼び出すことができるんですね。スチールキャプチャーってもう一回やってみましょう。はい。こうやって絵が取り込めます。この絵はですね、ここに、よいしょって乗っけることができます。そうすると、スイッチャーのところの中の、えー、こちらはこの画面の方がいいかな。はい。ここで、えー、このボタンを押すとですね、 はい、今取り込んだところのものがそのまま見えるようにやってます。はい。こんな状態ですね。はい、で、えー、と、次にオーディオの画面ですね。こちらが、えー、フ,ェアラフェアライトオーディオの入っているさまざまな エクスパンダー、ゲート、コンプレッサー、リミッターって言われるようなところの音処理を可能にしている部分です。こんなちっちゃいところによく入れたものですよね。はい、次にカメラです。これ現在、えー、カメラ4のところにこのパソコンの画面、カメラ3のところに私のこの PNP の画面が入っているという形で、えー、2つが ですが、えー、ここのカメラ1に対してですね、えー、今カメラの明るさを変えてみたりとかっていうような形の操作をここでリアルタイムにこう実はできるんですねでこれはどういうふうにやってるのかっていうとここの中の画面をこういうふうに動かしてたということでそれが実 できます、まあとっても <laughs> 面白い機能ですよね。で <laughs> ズームを動かしたりコ、えー、こ,こでオートのフォーカスを取り直したりっていうようなことが、えー、カメラのところに行かなくても、まあ、操作ができるということです。でただこの今カメラのですね <laughs> 4台分のコントローラーがついているのはプロなんです。うん ATEM m i n i には1台分のカメラコントローラーしか乗ってないということが今分かっています4つついてきてるのは4台で例えば切り替えられるのはプロだけですね1台入れられるっていうのが ATEM MINI 単体になりますということですはいこんな形で、えー、今度はテロップをちょっと見て、ね、お見せしたいと思いますね テロップがこれはですね iPhone のキーノートから入れてるんですね。キーノートはまあこういうようなことの動作ができますけれどもグリーンのバッグでこういう絵を作っているということがまあみそっちゃミソなんですね。どういうふうになってるかっていうとこういう画面です。この画面のグリーンのところを抜いてこういうところに載せてあげるということがまあできるようになってます。こんな 操作なんかしてるとね、とってもわかりやすくて良いんじゃないでしょうか。はい、それではですね、A10 ミニプロの、えー、パンダの動画の学校というのを、えー、やっています。受講生を募集してたりするんですね。はい。実際に購入されてもしくは購入しようかなと思って。 このたくさんの機能っていうのをいきなりっていうのはなかなか使いこなすのは難しいかもしれませんなので触りながら学ぶ場所というのをパンダスタジオでは用意しています実際に買ったらどうしたらいいかわかんなくなっちゃったじゃあ現場に持って行きたいんだけどどういうことやったらいいんだろうまあ、レンタルで借りるとしても使い方を教えてほしいなっていうようなことがあるかと思います パンダスタジオの動画の学校ではそういったもののサポートをこうしています非常に多彩な機能がありますからこんなことができたらあんなことができたらっていうことに対してもいろいろな形で可能性があるかと思いますパンダスタジオの動画の学校にぜひお声掛けください